今は車や自転車での移動をしているけれど、これからの人生で移動手段をどうしていくべきか。その選択肢の一つとしてオンデマンドバスを利用しているという。 Life is on demand bus。 雨の日も自転車が多かったんですけども、最近はちょっと自転車も危ないかなって思い出したんで、バスに乗ったりしてます。オンデマンドバスは息子に話したら息子が調べてくれて、あっという間に登録しちゃったんです。息子が私の家に遊びに来るときに利用したんで、私も気になってきて、で息子が使えてるんなら私も利用したいと思って登録したのが始まりです。初めてのオンデマンドバス。フェスティバルホールにコンサートに行くのに使ったんですけども、それまででしたら地下鉄乗り継いだりして行ってたんですけども、オンデマンドバスをそれで初めて利用した時に乗り継いで行った時よりも料金が300円で済むし、で私のすぐ家の近くに停留所があったので、そこからすぐに乗れましたし、20分ぐらいで行けたと思うんで、すごく便利だなと思いました。ちょっと遠くに行くのも自転車を利用してたんですけども、やっぱり自転車でしたら体力的にもしんどくなってきたので、オンデマンドバスならすぐそばの停留所にすぐ乗れて、自分で一生懸命自転車こがなくてもいいので楽だなと思います。行動範囲を広げてくれるオンデマンドバス。オンデマンドバスは、今まででしたら停留所から歩いていかないととかっていうような時間的なことでやめとこうって思う場所でもすぐ近くまで行ってくれるので、行動範囲が広がるかなと思います。検索した時に駅も出るんですけれども、お店の名前も出てくるので、それでラーメン屋さんがあるのを知って行ったことがあります。のラーメン屋さんもそうですけども、行ったことがないところとか、そういうところをオンデマンドバスを使って便利に観光できたらなって思います。オンデマンドバスなら停留所すぐそばですし、自分が行きたい時間に予約ができてすぐ乗れるし、で観光地のところまで乗せてもらえたら何も苦労しなくていいかなと思います。どっか観光に行こうと思ったら駅からちょっと遠かったりするじゃないですか。駅から降りて歩いていくよりも、もう降りたらすぐに観光する場所っていうのが便利かな。お出かけが楽しみになるオンデマンドバス。孫のところに子守に行くのに、いつもでした車で行ってたりしてたんですけれども、長時間になると駐車場の心配であるとかそういう問題があるので、オンデマンドバスを利用して孫のところに行ったりしてます。あとは孫の習い事が梅田の方にあるので、それでオンデマンドバスを利用してたら楽に行けたんで、今後も使いたいなと思います。オンデマンドバスを便利に使えるのが分かったんで、今度は孫も連れてどっか遊びに行ける場所を探したいなと思いますね。やっぱり孫が喜ぶような遊びに行ける場所であるとか、ちょっと遠出で面白い公園があったらそういうところも行ってみたいですし、食べるものも興味が出てきてると思うので、ちょっとお店探しもしてみたいなと思います。目的地までの移動手段を自分の生活に合わせてその時々で選ぶ。多様性の時代、一人一人のニーズを叶える新しい移動の形が始まっている。便利だけじゃない、その先の暮らしの質まで変える。オンデマンドバスはそんな存在になりたい。移動が叶える暮らしの明日。大阪メトロ。